あまねく存在する普遍、どこにでもあるってことですね。ここにもあるし、ここにもあるし、ここにもあるし、もっと言うとそういう空間とかっていう概念じゃないんですけども、まあ、ただあえて私たちの物差しを使えばどこにでもあるって、そういう意識で、この普遍意識とあえて対極で言うと、私たちはその個体意識を持ってるっていうかね、まあ、もしくは分離意識、まあ、普遍意識はそういう意味では全体意識ですね。いわゆるその全体と部分ですね、そういうまあ一つの相対的な理解をしていただきたいんですけども、この個体意識と普遍意識、そして実はじゃあこの個体として表された私たち、この人間というね、地上に降り立った私たちは何か、何のためにいるのか、それはこの大いなる意識があえて個分離というものを表現することを通して、いろんな経験をしたり学びをしたり、あの経験とか学びっていうのはこの全体の中でできないですね。あの全部もうそれ以上だから、まあそれ愛というなら愛だけの世界の中では経験できないことがあるわけですね。愛を知るためには愛じゃないものという相対が必要なわけですね。自分が白であることを知るためには白とのコントラストがないと経験ができないわけです、白をね。だからそういう意味であえて自分を経験するために、もしくは自分そのものであったらできないことを経験学び体験するために、自分で相対が表現された世界を作るとかね、まあ、自分を忘れる状態ってどんな状態なんだろうっていうことをね、全知だから何でもできちゃうわけですよ。全知を使って不自由さを演じる自分の世界を作ったというかね、そんなイメージです。という視点から捉えた時に、私たちは何のためにいるかというと、この普遍意識がいろんな経験をするための道具だっていうのが私の一つの捉え方なんですね。じゃあその道具としてこの地上で神の道具として働く、神の道具として表現するために、そのエネルギーと、まあ、この個体のですね、分離意識のエネルギーを強くしてしまうと、ちょうどですね、イメージとしては、まあ、このエネルギー供給をですね、ここでちょっとこう遮断してしまうというかね、枯渇してしまう、枯渇させてしまうわけです。だから私たち側からこちら側のエネルギーと共鳴するような手段を使って、まあ、その一つがマントラですね。言葉の道具を使って神のエネルギー、普遍意識の、あ、神神って言ってるのはこのことです、ね、何かのね、宗教の教祖様的な神様のことじゃなくてね、私たちの本源ですね。私たちの本源の性質と近い、その波動と共鳴するためにこの言葉という一つの道具を使って、そして共鳴して、そして自分自身にエネルギーが流れ込んできて、でそれを思いと言葉と行動でこの地上で表現する。この肉体を持って、肉体というのは基本的な感覚器官としては五感に閉じ込められているような感じなんですね。 これをギュッと五感に閉じ込めたその視点で見てる、この現象界、現象世界ですね。基本ここを見て生活しているので、当然この視野で見えたものの何か目的、この世界の中で価値があるもの、現象世界の中で価値のある、例えば地位とか名誉とかお金であるとか、何か物質的な価値ですね、その物質的な価値というものを例えば叶えるためのおまじないを唱えるでもなく、また何かこの社会的な価値の中で構築されたものを叶えるための何か道具でもなく、あくまでもこの私たちの本源がやりたいこと、この地上で自分を表現したら何が現れるんだろうかということのために唱える、これをね、私は大事にしてます。だからそういう意味では自分自身が何かを達成するためじゃなくて、主語は常に神だっていうことですね。これ結構私はね、無意識のうちに反応します。主語は神、私が何かしたいとかね、私がこうしたいからこのマントラを唱えるというよりも、神が私を通して何をしたいのかということを知るためには、まず神様に聞かなきゃいけないけど、神様に聞くために神様が何を表したいのか、自分を通して何を表現したいのかというために一回繋がんなきゃいけないわけです。だからそういう意味では私が
このマントラを唱えることはそうなんですけど、神が私を通して何を表現するか、私たちを通してどういうことをこの地上で経験したいのかをより正確に知るために、この普遍意識と共鳴するマントラを唱える、まあ、これがね、一つマントラを唱える、まあ、注意点というか、私が価値を置いて大事にしているということです。